今日も続いた日本ハムレイエース23試合連続安打と17号ソロ。1日、日本ハムのフラン・ミル・レイエース選手が球団の外国人最多を更新する23試合連続安打を放った。6回の第3打席では17号ソロを放った。レイエス、低めのボールを空振りしていたので高めの球を狙っていきました。力で振るのではなく、しっかりと芯で捉えて良いコンタクトができたと思いますとコメントした。なお、チームは西武に5対6で敗れた。これにネット上では、今季ここまで80試合目の出場で17本、143試合換算だと30本ですね。フル出場すれば、山川選手とタイトル争いできるポテンシャルがあるのですね。さすが元メジャーリーガー、来季楽しみです。早く複数年契約を結んでくれ。最優先事項だ。柳川酷使してるっていうのはめちゃくちゃ言われてたのに、使ったのは疲れてる中でのピッチングを経験させたかったのでしょうね。やられるまでは使おうと、今日やられたし、正義くんも戻ってきたので1回休養させると思いますよ。西武ファンだが日ハムの強さに感服です。若手が育って素晴らしいチームだと思います。西武も見習って来シーズン頑張れ。金満球団を蹴落とし、日ハムと西武でパリーグを盛り上げよう。